ニコリッツネマニャは、セルビアボイボディナジチジュー、センタ出身のプロサッカー選手。ハンガリー代表。ポジションは、フォワード。2006年、バクシエスシー、SC、で、プロキャリアをスタート。カポースベルジュ VSC を経て、2008年2月7日に、カポシュバー・リーラー・コーツ FC に移籍。ここで49試合に出場し13ゴールをマークした。この活躍から、 国内の競合クラブから注目されるようになった。2010年冬のマーケットでビデオトン FC に移籍。2009から10シーズンはカポズバリ時代も含めリーグ戦で18ゴールをマークし、得点王を獲得した。翌2010から11シーズンはリーグ優勝を達成したが、2011から12シーズンにパウロソーザ監督が就任するとスタメンから外れることが多くなった。 2013から14シーズンから新監督が就任すると再びスタメンの座に返り咲き自身2度目の得点王を獲得した。2014から15シーズンは2014年10月26日に12試合連続得点のリーグ記録を達成するなどハイペースでゴールを量産し2年連続3度目の得点王に輝いた。2015年6月8日 エクストラクラサのレギアワルシャワに移籍。2016年3月16日のザビシャブイドゴシチュ戦でハットトリックを達成するなどチームの得点源として活躍、最終的に37試合で28ゴールをマークし、得点王に輝いた。2016年12月20日、特別指定選手として MLS のシカゴファイアーに移籍。移籍金は300万ドルで、 年俸190万ドルの3年契約にサインした。シカゴ加入後も、第17節のオーランドシティエスシーセンで、ハットトリックを達成するなど、ハイペースでゴールを量産、最終的に24ゴールまで記録を伸ばし、得点王に輝いた。また MLS ベストイレブンも獲得した。2020年2月、モルフェヘールバール FC に移籍した。セルビア生まれながら、母親が、 ハンガリー人のため、ハンガリー代表を選択した。2013年10月11日の 2014FIFA ワールドカップヨーロッパ予選、オランダ戦でハンガリー代表デビュー。3日後のアンドラ戦で初ゴール。2014年11月18日の親善試合、ロシア戦で2点目を挙げた。UEFA ユーロ2016のメンバーに選ばれた。 グループステージのアイスランド戦に出場し、終了間際に相手のオンゴールを誘発した。母親はハンガリー人で、自身も2011年1月28日にハンガリー国籍を取得した。ありがとうございます。